姫路駅側から三幸通りは日本の兵庫県姫路市にあるアーケード商店街。姫路駅と姫路城を結ぶ大手前通りの一筋東側に並行する姫路駅前から国道2号との交差点までの約550メートルを指す。1903年に張馬平野で軍事演習が行われた。現在の姫路競馬場にあたる城北連平場でも 明治天皇行行の元と越平式が行われた。この時、姫路駅から上北連平城へ至る道路を整備し、この道の市街部を行行にちなんでみゆき通りと命名した。大手前通りが存在しなかった頃は、姫路市街地の骨格として、自動車、バスも通行する道路だったが、大手前通りの建設に伴い都心軸としての機能を譲り、以後はアーケードを整備し、 商業軸として発展。二階町とともに、張りまず市の商業拠点として栄えた。1980年代までの三雪通りには、非常に書店が多く、地元の新興書房精神道書店とその視点をはじめ、丸前も二階町に出展しており、本町商店街と合わせると700メートル前後に、大小7軒もの書店が並んでいた。 しかし、純駆道書店の姫路進出などもあって、丸善は元より双壁をなしていた、新興書房、精神道書店の両本店さえ三ゆき通りから撤退し、かつての面影はすっかり失われてしまった。今となっては、かえって小書店が2軒残る本町商店街に王子を忍ぶことができる。近年では、郊外店舗との競合で一時の勢力は失われたが、 2014年4月26日、老朽化していたアーケードの天井や道路の舗装を改装工事が終わり、完成式典やパレードが行われると、再活性化に向けた取り組みもある。一方で、2018年2月には、老舗百貨店の大和屋敷姫路店が閉店し、姫路市の実施した街角アンケートでは、4割が街に活気がなくなったと回答するなど、 今後の課題も残されている。ありがとうございます。